今日花角知事のもとを訪ねたのは、シンガポールで飲食店スープレストランを経営するウォンウェイテックさんです。 We want to learn more and understand more。シンガポールを中心に飲食店を展開するウォンさんは、現地で新潟米を使ったチャーハンなどを提供していて、今年1月には花角知事が店を訪れていました。ウォンさんは他の県産食材の導入も検討していることから、今回初めて新潟を訪問。県庁では県産のスイカのほか枝豆を試食すると、ノンストップ特に、エッグプラント、うん、エッグプラント many types。 花角知事は他の夏野菜についてもアピールし、ウォンさんも新鮮な野菜に興味を示していました。 We buy many items home so that we will taste at home。県産食材について理解を深めた後、ウォンさんが訪れたのは新潟市西蒲区の米の生産現場です。国内で使われる米の全量を輸入に頼っているシンガポール。収穫の機会はもちろん、田んぼを見るのはウォンさんにとって今回が初めての体験です。 This process controls everything from the beginningand to the end. So maybe this is a secret of number one rice. In Japan. 新潟米の魅力を再確認したウォンさん。 Yes, we are exploring. We feel happy to see. We want to learn more things from this place, from Niigata. Of course, we like to continue.ウォンさんは明日も枝豆の生産現場などを視察します。